車に何をしてるんだ。犯行は都内全域に及びます。高級会社ばかりを狙ってこの1年だけでも18件、被害総額は軽く2億円を超えます。どうせ全損で保険が下りてんだろうが、高級会社乗ってるようなやつはそこんとこは抜け目がねえ。死人が出たわけでもねえのにこんなにオーバーに捜査会議だ、恐れ入りやだ。高すぎる。俺は少年課だ。こんな事件は傘下の連中だけで全処してほしいね。こう見えたってね、結構忙しいんだよ俺は。いや、少年課にはぜひ加わってもらいたい。有力な目撃証言が出たんだ。犯人は身長140センチ、推定年齢は12歳。駐車場の監視カメラが捉えた映像です。人がこの世に生を受け、長い年月を生きていくのは奇跡に近いことだ、といった哲学者がいる。私も今度の依頼ではそのことを痛感した。そう、人間は肉体のメカニズムだけで生きるのではなく、心というものを持っているからだ。極めて危うく、脆く、そして不可解な。世田谷赤目台2530、ここですね。お客さん、お屋敷だこりゃ。お屋敷だこりゃ。こちらへどうぞ。当家の主、都築浩一郎でございます。よく来てくださいました。どうか私を助けてください。私はもうどうしたらいいのかわからない。